お客様を待たせた上に言い訳か。やる気がないならやめちまえ。助かりました、副支配人。あとはこちらで言っておきますから。いや、私もカッとなってしまって。すまない、よろしく頼む。今のってパワハラじゃない？いや、あのくらい言わないと。注意してくれるのはあの人くらいだ。わかった。ほんとムカつくよね。言っておくよ。お願いします。業務中だぞ。君もお客様を待たせるな。うん。女の子を泣かせるとか最低。勤務態度を注意しただけだ。どうだか。あんたって評判悪いから大変ね。上回りまーす。上でございまーす。ったく、このご時世やばいのはうちも同じだぞ。まあ少し言い過ぎたか。副支配人。お話が、こっちで。おい。話というのは何だね。電気はつけないでください。お願いです。首は嫌なんです。私、やめなくても。ああ、首にはしない。おはよう。ねえ、あの噂本当なの？最低だよね。あ、兄さん。お疲れ様、田所君。職場ではね。はい、副支配人。あの、マヤさんが待ってるそうです。支配人室で。遅かったわね。こっちも忙しいのよ。マヤ、かつての恋人が今じゃ。早速だが田所君、君は女性従業員を脅して肉体関係を迫っているのかね。は？違う。なんだこれは。こんな言い訳はいらん。君にはここを離れてもらうよ。来ないで変態。絶対許さないから。誤解だ、鈴音君。支配人に本当のことを。私嫌って言ったのに。変態。防犯カメラを調べれば何か証拠が出てくるかもしれない。これもっとよく見れないか。音なら拾えます。うまくいったわね。昔からちょろい男だったわ。鈴音はうまくやったわよ。あ、私の撮影もね。これで楽しく仕事できますね。しっかし、あれが義理の兄さんなんて、ほなみも大変ね。そういうことか。ふざけやがって。緑川、盗撮の件は不問にしてやる。その代わりここにもカメラを追加しておけ。はい、わかりました。思い知らせてやるぜ。100倍返しだ。ねえ、記念に今夜飲みに行かない？行きたいです。マヤさん、あの兄さんって本当に左遷されるんですか？え？ああ、クビになるかもね。じゃあまあ見ろってのよ。あら、クビになる人がこんなに早く出社することないんじゃない？あいつらのせいで。お疲れ様です。録画バッチリです。おう、エレベーターを打つ。
ペンターにうろうろされるとデパートの品格が下がるんですけど。何？もしもし、こちら本館4号機、突然停止しました。もしもし。これあんたがやったの？お前のためだ。こんなのお客様に見られたくない。嘘！どうして？お客様を桃源郷へご案内か。いや、この男は従業員だな。事情があるのよ。ああ、脅されてたな、学歴詐称の件で。私文書偽造、エレベーターの指摘利用、業務中の会員か。俺の前にクビだな。そんな、私会員なんか。どうだか、まあお前の態度次第では見逃してやらん。さっさと掃除して仕事に戻れよ。これでいいのよね、あのことは。また楽しませてもらうぜ。うまくいったわね。昔からちょろい男だったわ。待って、わかった、支配人に掛け合ってみるから。なんだ、やきもち？捨てられた女に未練とか、所詮その程度の男よね。